ショックだったね。私、発足というのも発足というのもね、ちょっと最悪やな、ね。すいません。ちょっと、もうちょっとやり直します。ですね。袋帯の収納の仕方を、間違ってると、当日とても苦労します。で、後ろに線が入ってると、すごく気になって、自分自身が笑顔が作れなくなるんですよね。で、で、笑顔になるためには、こう、やっぱ準備が、必要でして、袋帯の畳み方、結構大事です。それで、半分に折るやり方が、まあ普通素直に折ろうと思うとそうなるんですよ。で、枕を入れておきましょうみたいな話になるんですけど、そうではなくて、一番、合理的で現実的な、やり方としては、多頭紙を帯用の短い多頭紙ではなく、広い方の多頭紙を、使って、半分に折っていただいて、3分の1/3が一番ベストです。はい。そういった形にしていただいておくと、背中の方に袋帯の二重太鼓をしていただいたときに、線が表に出てきにくいですので、そういう畳み方をお勧めします。はい。ということで、株式会社春町質店の中に、まあ、一部門に春町、着物が使ってますから、春町着物というのがあるんですけど、着付け研究部がございます。はい。なので、一から着付けようっていうのはちょっと厳しいんですけど、自分でいろいろやってみて、こういうところをもうちょっとこう習いたいというようなことがありましたら、私が教えるというよりも、一緒に研究していきましょうと、いうような、具合でやっておりますので、ぜひご連絡ください。福岡 092-939-1199 です。よろしくお願いします。